はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日は話題のニュース、自営業フリーランスのみだけでなく、子育て世代は特に国民全員が見てほしい児童手当を増やす代わりに扶養控除がなくなる案が出ています。こちらのニュースについて解説と、一体扶養控除がなくなるとどう関係があるのか、そこのポイントを一緒に押さえていきたいと思います。私はオンラインサロンの運営とその他いろいろ SNS をしています。またビジネス書を2冊出版しています。本日の動画の内容の引用元や資料などなどある場合にはですね、すべて概要欄のリンクから飛べるようになっておりますので、ぜひ概要欄の方を覗いてみてください。それでは早速本日の動画内容、国民全員が知っておくべき扶養控除ってどういう仕組みかについて動画で解説していきたいと思います。早速行ってみましょう。それでは早速本日の動画の内容、児童手当が18歳まで拡大予定、その代わり扶養控除がなくなるかもというような法律案が出てるということについて動画で解説をしていきます。本日の内容です。児童手当が18歳まで延長になる、その代わりとしてまだ案の段階なんですけど、扶養控除が廃止になるかもしれないというニュースです。このニュースの内容についてまず解説をします。そして2つ目、過去扶養控除の歴史、同じようなことがあったんですね。その歴史について解説をして、一体扶養控除って何なのか、そしてこの扶養控除が廃止になった場合にどのように税金額が皆さんの影響にあるのかについて動画で解説をしていきたいと思います。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、ぜひ動画スライドの最後まで見てください。まずニュースの内容になります。今日本はですね、異次元の少子化対策ということで、国がねいろいろと対策をしようということで考えているんですけども、今回のこのニュースの内容詳しく解説していくと、少子化対策の一つとして児童手当を拡充しますという話になっております。現在の児童手当がどうなっているかについて見ていきましょう。まず現在の児童手当は所得制限があります。そして0歳から2歳の方はですね、今月1万5000円の手当があります。3歳から小学生の場合は月1万円の手当が、第3子以降になりますと1万5000円というルールになっております。そして中学生はですね、月1万円となっているんですけども、こちら所得制限がありまして、所得が高い方は5000円支給、またつい最近なんですけど、こちらまた後で解説しますね、この所得制限がさらに厳しくなりですね、高所得者の方はもう中学生になると児童手当は0円というような状況、これが今現状の児童手当のルールになっております。ここしっかり押さえておきましょう。では次にどういう風な対策にしようと考えているのか、次のスライドで解説します。はい、ニュースの内容、少子化対策、まだ案の段階なので決定ではないのでご注意ください。児童手当の拡充として考えているのがですね、16歳から18歳の高校生も児童手当を出そう、月1万円出そうというのを考えています。今現状ですと中学生までですよね、そこを広げてですね、16歳18歳も月1万円を支給しようという対策を考えています。そしてさらに第3子は、前のスライドで言ったように1万5000円だったんですけども、こちらの金額を上げてですね、月1万5000円から月3万円に増額しようというふうに案が出ています。そしてもう一つ考えられているのが、今所得制限があるんですけど、この所得制限を撤廃しようという方向で調整をしているようです。今少子化対策として児童手当について考えられている主なポイントはこの3つになります。16歳から18歳にも手当を出す、そして第3子以降の金額を増額する、そして所得制限の撤廃を考えているってことですね。ではこの児童手当を拡充するにあたって、その代わりもしかしたら扶養控除をなくそうというような案が考えられています。どういうことか次のスライドで解説します。扶養控除撤廃かということなんですけど、児童手当を拡充するその代わりに、要は今までなかった16歳から18歳の児童手当をなかったのをありにする、要は拡充するということを考えているわけです。それによって児童手当月1万円が増加しますので、16歳から18歳の方は年で換算すると12万円が増加することになります。そして扶養控除というのがどういったものか、今後
後のスライドで紹介していくんですけど、扶養控除というのは38万円分あります。この38万円分をこの児童手当年12万円が増加するんだから、扶養控除の廃止を検討している、まあ、検討案として出ているというのがニュースなどで騒がれていた内容となっております。ではこの扶養控除というのが一体どういうものなのか、簡単に次のスライドで紹介したいと思います。はい、それでは扶養控除って一体何なのか、ここを押さえておかないとですね、廃止になることによってどのような影響があるのかわからなくなるので押さえておきましょう。扶養控除というのはですね、子供や両親など家族を扶養している場合、控除が受けれるものになります。そしてこの扶養控除を使うことによって税金がダウン、下がるんですね。この税金がどこの税金かと言いますと、所得税になります。扶養控除というのはですね、もちろん条件があります。どういった方か条件があるのは今回のね動画ではちょっと割愛しますけど、扶養控除、要は子供や両親など家族を扶養したら控除が受けれるものが扶養控除だというふうに理解をしていただけると、この後のスライド理解ができるかと思います。では控除される金額、先ほど38万円と紹介しましたけど、実は年齢によって扶養控除の金額というのは変わってくるんです。まず一般の控除対象の扶養親族の場合です。こちらが先ほどから言っている16歳から18歳の方が38万円の控除があるということです。そして特定扶養親族という方がいます。この特定扶養親族って何歳からかと言いますと、こちらは19歳から22歳の方は扶養控除が38万円から63万円にアップするんですね。この年代は大学生などになるため、お金がかかる時期だよねっていうので控除額がアップするということになっています。そしてさらに年代が上がって、両親などを扶養した場合は同居の場合は58万円、同居以外は48万円というようなルールがあります。この両親の扶養についてはちょっとねテーマが外れますので簡単な説明にします。ポイントはこの2つの控除額になります。一般控除の方はですね、16歳から18歳の方が該当して扶養控除額は38万円、そしてこちら特定扶養親族の方は19歳から22歳の子供を扶養している方は控除額が63万円。この2つをしっかりして次のスライドに行きたいと思います。過去にですね、同じように児童手当を設定した時にですね、実は扶養控除の額を減らしたという歴史が日本はあるんです。じゃあその過去の内容がどういったものだったのかを次のスライドで解説していきますので、しっかりと押さえていきましょう。はい、こちらのスライド、扶養控除の歴史になります。スライドの最初で紹介したように現状の児童手当、こちら最初のスライドで説明したように現状の児童手当の内容になっています。もう一回スライド先ほどのところまで戻ります。現状の児童手当になった時があったんですね。実は児童手当というのはもっと歴史が古くて1972年頃からスタートしたんですけど、先ほど言ったスライドの状態になった時にですね、要は児童手当をこのように変えますよといったタイミングでですね、実は年少扶養控除の廃止というものが行われています。こちら今回の考えている案と似てるんですね。年少扶養控除というのはどういったとこなのか、廃止されたのは平成24年です。そしてこの児童手当というのは子ども手当というのに名前が変わったり、また児童手当というふうに名前が戻ったりしておりますので、まあ、話がややこしくなるので同じものというふうに今回ね動画の中では考えておいていただけるといいかと思います。それでは年少扶養控除の廃止、どこが廃止になったのか、ここの部分、赤枠の部分が廃止になりました。こちら年少扶養控除というもので、今16歳から19歳の方が38万円の控除があるというルールになっているという説明したと思うんですけど、実は以前はですね、0歳から、要は子供が生まれておぎゃーといったタイミングから扶養控除が使えたんです。こちら同じように38万円の扶養控除があったんです。児童手当を拡充するからこの年少扶養控除はなくしますと言って廃止されたのが平成24年なんです。そして以前はなかった所得制限というものが設けられました。先ほど紹介したように中学生の年齢の時に月1万円が5000円になるっていうねスライドを紹介したと思います。これ所得制限があるってことで、所得が高い方は5000円になるんですね。その所得制限をさらに厳しくしたのが令和4年の10月、これ比較的最近です。さらに高所得者の方はですね、5000円の支給もゼロにするということで、所得制限をさらに2段階目を設けて児童手当をゼロにしているという歴史があります。そしてこの図を見て皆さん気づいたでもう1点あるのではないでしょうか。年少扶養親族が廃止になっているプラス、あれ
この上乗せ部分が廃止されてるぞ。そうなんです。実は63万円はですね、以前16歳から22歳の方が使える扶養控除額だったんです。それをですね、要は児童手当を入れたタイミング、少し数年後にこの上乗せ部分という25万円を廃止している。これが扶養控除の今までの歴史の中の一つでもあり、また今同じようなことが案として考えられているというところが非常に大きなポイントです。もうすでに1回やっているってことですね。次にこの扶養控除というのが一体どこにどういった影響があるのか、図を使って解説をしていきます。はい、どこに影響があるのかということです。今回ね、自営業フリーランスの方の例で出しておりますけど、会社員の方も基本的に同じ考えになります。この売上が給料、そして引かれているもの、まあ社会保険料等々引かれたと、ここが手取りになるかと思います。この事業所得のところが自分の所得になると、同じようなイメージを持って頭の中でワードを入れ替えてもらって解説聞いていただけるといいかなと思います。今回自営業の方で例を出しますと、所得税の計算方法に関わりがあります。売上がありまして、そこから仕入れや経費、いろんなものを自営業の方は支払えますよね。その残ったものが事業所得と呼ばれるものになります。ここが要は利益儲けと呼ばれるものですね。そしてこの事業所得からさらにですね、所得控除というものを引いて税金額は計算されます。なのでこの所得控除額を、この所得控除額はですね、控除額が大きくなればなるほど所得税の税金額は下がるということになります。ここの所得金額、要は税金がかかる所得金額が圧縮されるからです。この税金がかかる所得金額に所得税リストをかけて所得税額を出すというのが税金の計算のルールとなっております。そしてこの所得金額によってですね、所得税が決まり、住民税が決まり、国民健康保険が決まるという流れになっております。では次に実際の確定申告用紙を見て、さらにイメージをつけてみましょう。はい、こちらが実際の確定申告の用紙になります。先ほど言ったように収入ですね、自営業の方はですね、この事業営業等のところに金額が来ます。会社員の方はですね、この給与というところに数字が来ているはずです。そして所得金額というのがあります。ここに来る金額が、先ほど図で解説したように、売上から必要な経費や支払いを引いた後の事業所得というものの数字を記入します。そして先ほど図で解説したように、この所得金額からさらに所得から差し引くことができる金額、控除金額、控除額というものがあります。そしてこの控除額というのはですね、皆さんご存知のようにいろいろな種類があります。例えば社会保険料だったり、生命保険料控除だったり、また寄付金控除だったり、医療費控除等々、聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。所得から差し引くことができる控除というのはこのような種類があります。そしてこのいろいろな種類がある中の一つに扶養控除というのがあります。こちらですね、23番の欄に扶養控除というのがあります。こちら扶養控除該当する方は、お子さんを扶養されていて16歳から18歳の間の方はですね、ここに38万円の控除が入っております。もし16歳から18歳のお子さんが2人いるという方は、ここの扶養控除額が76万円になるという計算になります。先ほどの図とこの確定申告の実際の用紙を見てみて、こちらの扶養控除額がなくなったらですね、38万円の控除がなくなりますので、この所得金額が上がるということがイメージできたかと思います。そして所得金額が上がるということはですね、税率をかけますと所得税も上がります。そしてこの所得金額をもとに、要は確定申告の所得金額がデータで各市町村やいろんなところにデータが飛びます。そしてこの所得金額をもとに住民税も計算されていますので、この扶養控除がなくなった分、住民税も上がります。そして計算のもとである国民健康保険を加入されている方は、国民健康保険も上がることになります。こう解説していきますと、児童手当を拡充して16歳から18歳、要は年12万もらえる方がいいのか、それとも扶養控除は残して児童手当はもらわない方がいいのか、皆さんの本音はどっちもくれよっていうのがね、本音だと思うんですけど、今日本は少子化対策をするするとは言っているものの、現状考えられている案はこのようなことになっているので、ニュースでも取り上げられているということで解説をさせていただきました。
まだ案の段階ですのでひっくり返る可能性もありますし、最終的には違う結果になるという可能性も大いにありますので、そこは誤解のないようにお願いします。その代わりですね、扶養控除がなるとどういったところが変わってきてどんな影響があるのか、私たち子育て世代はですね、特に抑えておかないと反対意見も言えませんし、反論もできませんし、賛成もできないということになります。はい、まとめです。児童手当が拡充される年12万円、16歳からね18歳がお子さんがいる方は増えるとはなりますけども、この内容によって要は扶養控除がなくなることによって低所得の方はプラスになる可能性が多いです。そして中間層の方はですね、この児童手当をもらって扶養控除がなくなったら結局プラマイゼロ、そんなに変わらないっていうことになります。そしてさらに高所得の方、この高所得の方が約850万円ぐらいからというふうに言われてるんですけど、850万円が高所得かどうかって該当するのかどうか、子育て世代にとってはですね、この高所得に当たるのかな、まあ、子育てするにはねお金かかりますからね、ちょっとこの点疑問なんですけど、要は高所得者と言われる方にとってはですね、児童手当をもらってもマイナスになるという現象が発生してきてしまうということになります。この児童手当を拡充すると言いましても、この手当を配って終わりではないんですよね。もちろんそれに付随して振込手数料、各家庭への振込手数料もかかりますし、またチラシやパンフレットの配布、そちらの申し込みの申請用紙などなど、各市区町村ごとにですね、かなりこの児童手当を追加することによって税金を投下することになります。そういった面も踏まえて、私たち子育て世代はどうなのか、この少子化対策どうなのかっていうのを考えてほしいなと思い、今回動画にさせていただきました。さあ私たちね、子育て世代、お金や税金の知識、要はお金のマネーリタルシーを上げておかないとですね、非常に国にとって有利な方に進んでいってしまう可能性があるということで、お金や税金の知識というのは非常に大事かなというふうに思います。そしてですね、前回あった歴史のようにですね、知らないうちに控除がなくなってた、知らないうちに減額されてるってことをね防ぐためにも、皆さんしっかりと勉強しておきましょう。お金の勉強、これからの時代は必須の時代です。私はオンラインサロンを運営しています。メリットは3つあります。まず1つ目、質問相談がオンライン上でいつでもできるということで、オンライン上で税理士を味方につけるというコンセプトで運営をしております。 Facebook の非公開グループで運営中です。2つ目のメリットは、定期的にサロンズームを開催しています。私に直接ズーム上で質問や相談することができますし、また異業種のメンバーさんと情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目のメリットは、税理士の裏側を公開しています。オンラインサロンの方ではですね、平日毎日私がビジネスに役立つ情報、また経理や税金の新しい情報、 SNS 運営の裏側を公開しております。オンラインサロンのみだけに投げてる情報ばかりですので、ぜひオンラインサロン気になる方、入会お待ちしております。詳しいことについては概要欄のリンクから飛べるようになっておりますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。今チャンネル登録が16万人を突破しました。いいね、コメントくださる方、いつもありがとうございます。励みになっておりますので、引き続きよろしくお願いします。また私はビジネス書を2冊出版しております。1冊目はもうすぐスタートするインボイス制度の分かりやすい本ということで、インボイス Q&A ブックを出版しております。こちら宝島社さんから出ております。さてもう1冊、フリーランスのバイブル本、経理税金確定申告節税などなど、必要な情報が1冊にギュッとまとまった本も出版しております。どちらも Amazon Kindle 版もありますし、楽天ブックスからも購入可能ですので、こちらもリンクに貼ってありますので、興味ある方はぜひポチってご購入お願いします。その他 SNS もしておりまして、今 SNS の総フォロワーが25万人を超えております。 YouTube とはまた違った情報を各 SNS 情報発信してますので、フォローの方お待ちしております。はい、本日の動画以上になります。最後まで見てくださった方ありがとうございます。今回の動画本当にね、全国民に見てほしいなっていうね、お金と税金の知識を入れておかないとですね、私たちは今後自分がどういった政策を国にしてもらいたいのか、また反対意見を言うこともできませんし、賛成意見を言うこともまた判断自体ができない時代がやってきております。皆さんしっかり税金経理苦手やとかね、もう知りたくないって方も多いと思うんですけど、しっかりと学んでおかないとですね、我が身に降りかかってきますので、今日みたいな内容ぜひね見ていただいて、また子育て世代の方にですね拡散していただけると非常に嬉しいなと思います。それでは本日も以上になります。自営業専門税理士神奈美でした。またの動画でお会いしましょう。毎週土曜日に YouTube は投稿しておってます。それではまた。